優れた歌唱力と色気漂う美貌とは裏腹に、趣味トークでガチオタ属性を炸裂させて、メンバーやファンを困惑させてしまう。シクストーンスの、キョモ、こと京本大我、28。京本のカオスなエピソードからクイズを作ってみた。ファンなら全部わかるはず。問1、6月7日放送のラジオ番組、パンサー向井の、フラット、TBS ラジオにゲスト出演した時のこと。日曜劇場、ラストマン、TBS 系で初めて悪役を演じた時の役作りについて、苛立ちをキープするため、控え室でも貧乏ゆすりをしていたので、先輩俳優に悪いイメージを持たれたかもと心配していた。それは誰？問いに、2月18日放送のラジオ番組、シクストーンスのオールナイトニッポン、ANN、日本放送で、なかなかデビューできずにグレていたと語り、根元まで金髪に染めていた当時の自分に、とか根源を分けとけよと言いたいと語っていた。は何？問い3、1月15日放送の、あざとくて何が悪いの？テレビ朝日系で、LINE で自分の名前のスタンプで返信する人のことが話題に。京本は名前スタンプは使ってないと言うと、僕は、のスタンプしかあんま使わないと明かし、MC の山里亮太に、小学生なの？と突っ込まれていた。は、田中みな実も思わず困惑。問1の答えは、福山雅治。京本を幼い頃から知っているという番組パートナーの三田寛子は、ジュニア時代から苦労人の努力家で、勉強もあって忙しかったのに熱心に稽古していたと振り返っていた。ちなみに福山は、京本に悪いイメージを持つどころか、ラジオ番組、福のラジオ、JFNK で、全身を使って表現していたなどと、京本の熱演を絶賛していたという。詳しくはこちら。問い2の答えは、ブリーチ。ブリーチは髪の毛の色素を抜くことで、髪の毛にダメージを与えてしまう。京本は頭皮をいたわるのは早ければ早いだけ良いので、もっと早くから意識しとけばよかったと思っていると告白。今はもっと開けてるから、などと、頭皮ケアについて語っていた。詳しくはこちら。問い3の答えは、うんちのスタンプ。京本のコメントに MC の田中みな実は、聞くんじゃなかったと困惑。この後も京本の暴走トークは止まらず、田中に、質問しても変なこと返ってきそうだから怖いと惹かれていた。詳しくはこちら。かつて、シクストーンスの ANN の生放送中、結婚報告の練習を突然し始め、田中樹が慌てて訂正したりなど、暴走エピソードが数知れない京本。舞台やドラマでの活躍が目立っているが、バラエティ番組でのさらなる活躍にも期待したくなる。画像、シクストーンス、京本大我、指先まで綺麗。新曲で見せた華麗で力強いダンス。舞台で鍛えたダンスは、かなりのスキル。